皆さんこんにちは、今日は宮崎市清武総合運動公園側見スタジアムで行われましたオリックスバファローズ対ロッテマリーンズの練習試合ですねをお伝えしていきます。まあこのゲーム、まあ内容がどうこうというよりもですね、やっぱりオリックスの方がですね、山本由伸そして山崎福也、この2人が抜けて、さあ今年はどういうふうに戦えるのかというのをですね、ちょっとゲームを見ながら勉強していきたいなと思いまして、今日このゲームをじっくり見させていただきました。去年のですね、山本由伸と山崎福也の成績を見ました。やっぱ素晴らしいですね。両投手ともにですね、23ゲーム先発しておりますね。山本は16勝6敗、イニング数がですね164、これはもう当然、オリックスで一番のイニング数を投げております。防御率も 1.21、 これはまあ先発ピッチャーで 1.2 っていうのはすごいことですよね。そして山崎福也頑張りましたね。23ゲーム投げて11勝5敗、そして130回3分の1投げました。3.25、 もう本当に合格点の点数がずらっと並びますよね。ということはですね、2人合わせて、27勝11敗、貯金が16ですね。去年の全体の貯金がですね86勝53敗ということは33、この2人でですね、その貯金の半分は稼いだという投手だったんですが、この2人が今シーズンは抜けた。そしてイニング数もですね294イニング、このイニングを誰かが賄わないといけないというね、そういう風になってくるわけですよね。そうなるとこれはさすがにね、まあいいピッチャー多いんですけれども、この2人の穴がちょっと大きすぎるんで、埋まることができるのかちょっと心配になりました。まあ先発ピッチャーで言うとですね、宮城、これは宮城はもう安定してます。そして田島がいて、俊平太、去年はねちょっと故障で、16ゲームしか投げられませんでしたけれども、今シーズンはシーズン通して投げてもらいたいな、そういう気持ちがありますし、東晃平、10ゲーム投げて6勝0敗ね、こういうピッチャーが本当に独り立ちしてくれないと困る。それでもですね、まだちょっと足りないぞっていうところで、まあ外国人ピッチャーですよね。去年、ロッテで、投げましたね、9ゲーム投げて3勝3敗、3.12 でした、カスティーヨを獲得しました。それとは別にですね、新外国人投手としてはですね、マチャドというね、この絵はリリーフピッチャーですね。そしてもう一人先発候補のピッチャーとしてエスピノーザというピッチャーも取ってます。年俸は4500万と安いピッチャーなんですけれども、こういう外国人ピッチャーの中で先発ができるピッチャーが出てくるのかどうか、これがですね本当に今シーズンに限ってはですね、オリックス非常に大きなポイントだというふうに思いますね。リーグ3連覇はしておりますけれども、今シーズンのオリックスはちょっと厳しくなるかもしれないぞという中ですからね、まあ、ある意味、楽しみが増えたと言ってもいいかもわかりませんね。去年の場合は2位のロッテがですね、2位ではありましたけれども貯金が2しかなかった、ね、そして3位のソフトバンクも貯金1位、そして4位の楽天が借金2ですか、まあ、とにかくあの2、3、4位はですね本当にゲーム差なし、西武がちょっと離されて、その下にファイターズということになってたわけですが、今シーズンはオリックスがですねそんなにダントツで走ることはないんじゃないか、そういうふうに思っておりますので、まあ、パリーグのペナントレースはファイターズもすごい補強してますから、上と下の差がぐーっと縮まってくる。もう僕らも全く予想できません。まあでも順位は言わないといけないんで言いますけれども、これはもうやってみて、ああなるほどこういう風になってんだっていう風に見て、多分思うんだろうなと思いますね。今日のゲーム、これはですねこういう風になりました。ゲームとしては、オリックスの、まあ、一方的なゲームということになりましたね。6対0、ヒット数でマリーンズが6本、そしてオリックスが14本出ましたね。そして、マリーンズの方が守備でもちょっとこうねミスが出たということで、ちょっと寂しい内容ではありましたね。はい、ちょこっとこの辺りも見ていきましょう。先発投手がとにかく欲しいということで、今日はですね、まず先発で山岡が来ました。山岡投手の去年見るとですね、まずスタートはですね先発で行ったわけですよね。途中から
まあ、先発ピッチャーが数いるということもあったし、山岡投手がやはりちょっとそのなかなか結果が思うようにいかない、数字を見たら全然悪くないんですよね。周りのピッチャーがすごく安定していたので、まあ、それなら、リリーフに行ってもらおうかというような形ではなかったかなと思うんですよね。もう山岡投手の場合はもうずっと先発をしてたピッチャーなので、今シーズンは多分、また先発に戻るんじゃないかな、まあ、今日は2イニング投げて、2安打無失点ということでした。まあ、もともとそんなに細かいコントロールっていうところがない。まあ、ポカが出るピッチャーなんですね。時々甘い球が行って、それをガツンと長打される。まあ、ここが、なければ、もうもっともっと安定したピッチャーになるとは思います。二人目に山下俊平太。まあ、まだスピードはそこまで、出てませんけれども、やはり、カーブとフォークのキレ、このあたりは山下俊平太らしいなという2イニングでしたね。2回で1安打、三振1ということでしたね。フォアボール1つ、無失点。そして3番手でマチャド、このリリーフピッチャーが出てきまして、三者凡退の回を作りました。そして4番手でカスティーヨですね。日本のプロ野球では2年目になりますので、まあちょっとね、慣れてくる頃かなと思いますね。まず空振りの三振、そして一つフォアボール。これは、まあ、アンパイアによってはストライクと言っていい球でしたけれども、ボール判定されましたね。そして4番山口に三塁線を抜かれて2、3塁というピンチを作ったんですが、安田をショートゴロで無失点ということになりました。そして7回はまた新外国人 SP ノーザ出てきましたね。去年はトリプル A で全て先発で投げてたというピッチャーですから、まあ年俸4500万、安いですけれども、日本でどれぐらいのピッチングができるか、まあオリックスサイドとしたらですね、このエスピノーザも先発に入ってもらいたいな、そういう気持ちで見てるピッチャーだと思います。まあ、ヒット1本打たれましたけれども、ダブルプレーで結局7回1イニングをですね、3人で抑えた。この3外国人ピッチャー、マチャド、カスティーヨ、エスピノーザ、3人ともにですね、コントロールで苦しむっていうようなピッチャーではないな、それなりのコントロールはみんな持ってましたので、これはもう十分戦力になるな、そういうものを感じさせるピッチングを見せていただきました。ちょっと、まあ、ベンチも安心したんではないでしょうかね。あと8回横山3年目ですね。そして9回はまだ育成ですけれども才木2年目、こういうピッチャーが投げました。今日はオリックスサイドは7人のピッチャーが投げたわけですが、誰も失点することなく9回を終えたということでね、まあ投手陣は安定してるな、そういう印象を持ちました。一方のマリーンズですね、メルセデスが2イニング、35球2安打1奪三振、まあ、1失点しましたけれども、まあ、順調に来てるな、そういう感じでしたね。そして、フェルナンデス2番手で、新外国人ピッチャーが出てきたんです。160キロが出るというような話を聞いておりましたけれども、今日のピッチング内容を見てて、やっぱり一番気になったのはやっぱコントロールでしたね。2イニングを投げてですね、44球かかってます。そして、フォアボールが3つ、まあ、三振は2つ取ってますけれども、やはり無駄なランナーをこれだけ出すとですね、ちょっと不安になりますよね。このコントロールがこれからさ、まあまだ1ヶ月ありますから、その間にどれぐらい修正できるのかっていうのが、このフェルナンデスの評価に直結していくんだと思いますね。コントロールここだけだと思います。沢村順調でした。そして、6回に増田がもう出てきましたけれども、まあ、2安打されて、失点はなかったですね。そして二保が育成契約で、今ロッテにいるわけですが、今日は二保はやられましたね。 1,2,3,4,5 安打されました。5安打されて4失点いいところがなく終わってしまったなという気がしましたね。8回東、先頭デッドボールから始まって、サードのエラーなどがあったんですが、まあね、ゼロにしのいだ。そして9回オープン戦ということだったらもう9回裏はなかったんですが、今日は練習試合ということで、勝ってても負けてても9回裏もやりますということだったんでしょうね。9回の裏、横山が出てきました。去年38ゲーム投げて、いいピッチングをしてるということで、まあ、クローザー候補の一人ということだと思いますね。増田とどちらがまだクローザーになるかはっきり分かってないんじゃないかな。これからのオープン戦の内容次第かなということで、今日見ておりました。レフトフライ、レフトフライ、そして、サード内野安打、最後見逃しの三振というね、まあ、安定したピッチングを見せてくれました。
まあ、ロッテで気になったのはキャッチャーの2番手で出てきた松川虎。ちょっとね、今日はワイルドピッチという形で2つ出ましたけれども、まあ、2つ目のワイルドピッチはこれは、キャッチャーの僕はパスボールと言われても仕方がないボールだったと思いますね。あの辺はやっぱ後ろにやらないでなんとかこう止める、それぐらいのものは見せてもらいたかったなという気がしましたね。今日はロッテの打撃陣はですね、もう全員日本人という形でポランコあるいはソト、そういう外国人選手は全然出ておりませんので、揃った時の打線、これはまたね違うような形になると思いますが、今日はやはりちょっと打線の方も寂しかったなという気がしました。まあ、でも一軍の戦力で期待している選手たちだけを見るとですね、まあ、そんなに悪くないな、まあまあ順調にここまで来てるんだろうなっていうのは感じましたね。はい、まあ、点差は6対0オリックスということになりましたけれども、まあロッテも今年また、面白い存在になるのかな。今年はですね、本当にパ・リーグは、どこが勝ってもおかしくない、そういうような多分戦いになっていくと思いますのでね、去年以上に、面白いペナントレースが見られるんではないかな、それを期待して、パ・リーグも見ていきたいなと思います。とにかく、まず山本由伸、山崎福也の穴、この穴をさあどういう先発ピッチャーで埋めるのか、まあ一人は山岡、これが候補になりました。そして、外国人ピッチャーですね、エスピノーザ・カスティーヨ、この2人、誰か入ってこないかなということですよね。そして、今日オリックスの方でトーマス、新外国人野手、外野手ですね、見させていただきました。年俸見たら1億1000万お高い給料もらってたんだと思ったんですが、あのスイング見たらそんなに1億以上のスイングには見えませんでした。これから、1ヶ月でもっとシャープなスイングになっていくのかなそういうふうに思いながらですね、まあ、これからもちょこちょこ見ていきたいなと思います。今日のゲームはオリックスバファローズがロッテマリーンズに6対0、快勝したというゲームをお伝えしました。以上です。